ゲーム配信参入を批判されたカッツーが反論、媚びうるに決まってるだろ。 YouTuber カッツーさん、登録者数136万人が媚びうり&は根幹についてという動画を公開しました。彼はカッツーは V とバロに媚びうりすぎとのツイートに反論し、媚びうるに決まってるだろと激高しました。またオワコン系 YouTuber で生きてますからねと開き直り、 VTuber やバロラントの配信を楽しんでいると主張しました。収益のためにプライドを捨てると述べ、最終的には女の子と遊びたいと欲望を明かしました。みんなの反応。カッツー媚びうりすぎて逆にダサいよ。オワコンかも納得。カッツーさん、バロで楽しんでるの最高、応援してるよ。カッツー VTuber に媚びすぎてて正直ダサいよね。オワコン感半端ない。 VTuber に媚び売ってるだけじゃ視聴者も飽きるよね。カッツー媚び売りすぎててマジでダサいんだけど、オワコン確定。カッツーバロに媚びすぎてて正直ダサいよね。オワコン感半端ない。カッツーさん、媚び売りも戦略の一つだよね。応援してるよ。カッツー VTuber とバロで頑張ってるやん、応援するで。カッツー正直で面白い、これからも応援するよ。カッツー正直で面白い、自分のスタイルを貫いてて応援したくなるね。カッツーさん VTuber とコラボしてるの超いいじゃん、応援してるよ。カッツーオワコンでも楽しんでるのがええや、応援するで。カッツーさんオワコンでも全力で楽しんでるのが素敵、応援してるよ。カッツーオワコン認めちゃってるのか、媚び売りすぎて逆効果だね。カッツー媚び売りすぎて草、オワコン一直線やんけ。カッツーバロで媚び売りすぎて草、オワコン一直線やんけ。カッツーの開き直りが面白い、オワコンでも楽しんでる姿勢が最高やな。カッツーバロで媚び売りすぎてて正直見てられないわ。カッツーさん正直で素直なところが好感持てる、応援してるよ。カッツーさんバロラント楽しんでるのが伝わってくる、応援してます。カッツー完全にオワコンやん、媚び売りすぎて逆効果やで。カッツー媚び売りも戦略のうちや、オワコンでも応援するで。カッツー媚び売りすぎて逆にダサいよ、オワコンかまっしぐらだね。カッツーオワコンすぎて笑える、媚び売りすぎて逆効果じゃん。カッツー V に媚び売りすぎて草、オワコン一直線やんけ。カッツー媚び売りすぎててマジでダサい、オワコン感半端ないって。カッツー媚び売りすぎて草、オワコン一直線やんけ。カッツーさん VTuber とのコラボでさらに人気アップ間違いなし、応援してます。カッツーオワコンでも楽しんでる姿が最高、応援してるよ。カッツーバロで頑張ってるやん、応援するで。みんなの反応としてはカッツーさんの媚び売りに対して否定的な意見が多いですが、少数意見としては彼の正直さや楽しんでいる姿勢を評価する声もあります。当チャンネルの意見としてはカッツーさんの行動について賛否両論があることは理解できますが、彼が楽しんで活動していることが重要だと考えます。視聴者の意見を尊重しつつ自分らしさを大切にしてほしいです。